撃情報があったのはここ。これでいなかったらただの無駄足ですわ。レイ、無駄足じゃないみたい。ほら、あそこ。あんなところに。のんきなものですわね。一気に捕まえてしまいますわよ。待って、それだと前みたいに逃げられるだけ。私がそんなにとろく見えまして？こう見えても私、西園寺家の後をつけて、行動範囲、移動経路が分かれば挟み撃ちや待ち伏せができる。もちろんその可能性も最初から考慮してましたよ。さあ、見つからないように尾行開始ですわ。このお店は前にアイリたちがベルルのいたずらを止めたところだね。レイ見て、見つけた。掘りずにまたいたずらする気ですわね。そうはさせませんわ。待って、少し様子がおかしい。やっぱりあのヨーク落ち。でも、落ちいけど、ダメなの。またお姉ちゃんたちに怒られちゃうから。え？一体どういうことですの？ただ、服を眺めて去っていくだけ。わからない。とにかく追ってみよう。なんじゃ、犬犬ワンワワン。今度はペットショップですの？ここは前ベルルがいたずらして動物を逃がした場所のはず。それですわ。洋服店では気乗りせず、目標をここに変えたに違いありません。その可能性もある。警戒しつつ監視を続けよう。猫猫にゃんにゃにゃ。何もしませんわね。一体何を企んでいますの？そうだ、あたち忘れてた。早く行かなきゃ。また動いた。追いますわよ。シルビアさん、見つけましたわ。あそこです。にゃんにゃん、出ておいで。よちよち、いい子いい子。レイ、これってわかりませんわ。公園の猫たちを集めてるだけのように。みんな、じゃ、行くよ。ベルベルまるまる。あれは、あの子のいたずら魔法。止めないと。お待ちなさい。そこで何をしていらっしゃるの？にゃ、お姉ちゃんたち、誰？誰だって構いませんわ。ねえ、聞いて聞いて。あたちね、にゃんにゃんに魔法で。そんなことはさせません。どうして？この子たち、いたずらは許しませんわ。もう、あたちの邪魔しないで。もういたずらはさせませんわ。今さら言い訳ですの？なら何をしようとしてたんですの？クシャン、ベルベルモルモルパヤミント。しまっ。これはうまいにゃ。
猫缶？もしかしてあなた猫たちに餌を？くにゃくにゃ、だってみんなお腹すくの。くにゃ、やだもん。じゃあみやこさんたちに言われたことちゃんと守ってたのですわね。そういうことだったの。私たちてっきりまたあなたが。ごめんなさい、勝手に決めつけてたよ。私も謝りたい。もういいよ、分かってくれたやそれでいいの。それじゃあ私たちの戦闘服を返してくれる？いや、でもお姉ちゃんのお土産なくなっちゃう。そっか、でも返してもらわないと私たちも困っちゃうの。でもでもお土産が欲しいの。そうですわ。あ、レイどうしたの？お姉さまが喜びそうなお土産を私たちが一緒に探して差し上げますわ。それに人から取ったものより自分で見つけたものの方がお姉さまもお喜びなはず。あにゃ、うん、わかったの。ののさんがおっしゃっていたように私たち仲良しさんになれると思いますの。あたち仲良しさんになる。わーい。うん、一緒に探そうね。いろいろ教えてあげるよ、仲良しさん。ほんと？やった！おいしいお菓子とか楽しい遊びのことも教えてね。それじゃあお姉ちゃんたちのお洋服返す。ベルルさんはいい子ですわね。ありがとう。あと2つお洋服あるから、それも。この気配。やっと見つけたであります、ベルル。さあ一緒に帰るであります。この声、一体誰ですの？姿をお見せなさい。ものであります。逃げられるはずがないのであります。気配は消えた。今のは？まずは戻ってキャプテンさんに報告をしましょう。はい、ですが間違いなくベルルさんは敵ではございません。いたずら好きだけどいい子。そして何者かに追われ怯えていた。どうしよう、捕まっちゃう。あたち仲良しさんになれたのに。お姉ちゃん